モスバーグ M500 はアメリカ合衆国のモスバーグ社が開発、生産する三段銃である。M7 バイオネットを装備した M590。アメリカ国内では軍、警察、民間と広く使われているショットガンである。唯一 US ミルスペシフィケーションミル S-3443 をパスしたショットガンで約3000発もの連射に耐える耐久性から アメリカの一般部隊で広く採用された。機関部がアルミ合金製であるため軽量で、さらにバレルの交換が比較的良いであり、これは巡視船で運用されるショットガンとしては長所である。左右どちらの手でも片手で操作できるようにセーフティはレシーバートップにスライドロックはトリガーの後方に備えられたアンビ仕様である。 ローディングポートカバーは装填の際には開き続ける。機構であるため、レミントン M870 と比較して、複数発の装填、前述の操作性の良さで優れている。紅用のブラックモデルや、クロームステンレスモデル、ピストルグリップを備えた、ショーティーモデル等、それぞれの分野に合わせたバリエーションも豊富で、日本でも重宝店で、購入可能なものもある。M500 基本型。 M500 マグプルブリーチャーマグプル社とのコラボレートによって発売されたモデル。ドアや窓、コンクリートの鉄筋等の障害物をブリーチングすることを前提としており、重工部には専用のドアブリーチング弾を使用する際、その破片の飛散を防ぐ一体成形で強度の高いスタンドオフディバイスを備え、先端は滑り止め防止用にスパイク状となっている。レシーバーは 近距離での戦闘を前提としたトップが、リアサイトのないスッキリとしたデザインである。他にも前後に手が外れることを防ぐハンドストップ、拡張性の高いクーリングアクセサリーホールを設けた大型のフォアグリップ、スリングスイベルを設けており、なおかつスペーサーを重ねることで、バットプレイ、M505M510 ミニ M535M590。 A1970 年代に開発された軍用モデルで、マガジンキャップがバレルテイクダウンリンクを保持しているタイプとなり、トリガーガードが金属製になり、連射時の加熱から手を守るためのヒートシールドを装備。ショルダーストックは木製から樹脂製に変更され、表面処理はマットフィニッシュとなっている。重心下部にはマウントベースが設けられ、 ショットガンでは珍しく銃剣が付けられる。レシーバートップにピカティー入れる。バージョンによっては、リアサイトにコーストリングサイトを採用している。マガジンチューブを延長し、相談数を9発に増やした Q ショットというモデルも存在。M590A1 マグプル Q ショット蒸気の M500 マグプルブリーチャーと同様に、マグプル社とのコラボレートで発売されたモデルで、相談数は、 マガジンチューブをマズル部分まで延長することで9発に増やされている。同様のマグプル車精の前後にハンドストップを備えたフォアグリップ専用のスペーサーを重ねバットプレートの長さを調整できるショルダーストックに加えピカティニーレール XS サイト車精のハイビズフロントサイトゴーストリングサイトを備える M590M マグマイナスフェード M590 の装填方式を チューブマガジンからダブルスタックボックスマガジンに変更したモデル。これによりリロードが容易になり相談数も増加した M590M ショックウェーブ M590M のショルダーストックをオミットしピストルグリップ単重芯を備えた重量 3kg の軽量モデル。レッドドットサイトを装着したマーベリック M88 セキュリティーマーベリック M88 ライオットガン M500 のライセンスを買い受けたマーベリックアームズ社が自社ブランドとして販売したレンカ版。ただし M500 とは異なり、セーフティはトリガーガード前方に設けられたクロスボルトタイプとなっている。また、素材にポリマーを多用し、グリップセーフティおよびフォアグリップ、キャリングハンドルを兼ねるフォアグリップを備えたブルパップモデルも存在。年イラクの都市、 ラマー D ィにて M500 を装備したアメリカ陸軍の兵士詳細はモスバーグ M500 に関連する作品の一覧を参照。ありがとうございます。